川野江市は、かつて、愛媛県にあったし、東予地方の馬地域に位置していた。2004年、伊予美島市、土井町、新宮村と共に市町村合併をして、四国中央市となった。愛媛県の最も東に位置し、香川県、徳島県に接する。四国山地の市民役法を山脈の東端にその、源を発して、瀬戸内海の日内灘に注ぐ、近勢側が、 その突出する土砂によって形成した中石平野に農業民が住居を構えて定着し、戦死時代の後期、川に沿っていくつかの点在する集落を形成した。これが合併によって川野江市を構成した川野江町ほかご課長村の創生であるとされている。和名所に二流山田号、山口里がこの地域にあたり、大化の頃、大和より、 伊予の国府に通じる大乗艦道の大岡駅が設けられ、さらに、ここを分岐点として、それぞれの国府に至る土佐街道、阿波路が設けられ、すでに明けた内海の戦運と相まって、海陸交通の要衝となり、神馬の往来がようやくしげしさを加えた。川の江料両他より、川の江村、川の江町の系譜町村製市工事、愛保 川野江川野江村川野江町川野江市二名村妻鳥村井上文村常文町う近星村近星町川滝村金田村平成16年4月1日新設合併四国中央市伊予美島市新宮村土井町 アメージ31年12月21日、川野江村が、調整施行、川野江町に。李大正2年1月1日上文村が、調整施行し、上文町に。う昭和23年4月1日金星村が、調整施行し、金星町に。江昭和29年3月31日、川野江町が二名村を編入。 お、昭和29年11月1日川野江町、妻鳥村、常文町、近世町、川、滝村、金田村が合併、市政志向市、川野江市に。川野江村、川野江町以外の合併以前の系譜は、それぞれの市町村の記事を参照のこと。丸重静止が立地し、静止産業が盛んで、幼稚需要に応えるとともに、重厚分離の観点から、 埋め立て地を造成し、工業用地、港湾施設等に提供してきた。ただ、昭和40年代から50年代までは、海洋汚染による漁業被害にも直面した。馬地域の広域合併についても、過去何度か機運の盛り上がりを見せたが、どちらかというと、いよみし市からの動きが活発であった。この経過については、四国中央市の記事参照。 高速道路一般国道剣道、ありがとうございます。